皆さんこんにちは、水木アナ青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日はやっぱり男の人ってしっかり選ぶべきって言うやん。はい、ということで今日はダメを、こんな男に引っかかっちゃダメを、ダメよ、ダメダメ、はい、ということで、まあ、ダメよシリーズを紹介していこうと思います。まあ、ぜひこれを機に皆さん男の人を選ぶときは気をつけてくださいまし。再現の方もあるので、まあ、そちらを楽しんでいただけたらなと思います。それではどうぞ。ダメよ1、女癖の悪い人。あ、ちょっとダメよなんで、ダメよモード入ります。よーい、前髪気になるな。よーい、スタート。あら、グミかわいいな、じゃどん、僕は君が一番好き。ということで今日はプレゼンツ。はーい、またねー。そこにも可愛い子が。ちょっとすいません、僕今君に一目惚れしてしまったので、これをプレゼント。それじゃあバイバイ。やだ、ここにもかわいい子猫ちゃん見つけた。こんな男に引っかかってはダメ。ダメよ2、挨拶ができない人。はい、挨拶はしっかりしましょう。礼儀やマナーがない人に引っかかっちゃうよ、だーちゃん。礼儀やマナーのない人に引っかかってはいけません。こんなダメ男はダメ。こんにちは、ありがとう、ごめんね、水木青です。しっかり言えるようになりましょう。それでは次、ダメ男3、ギャンブル大好きな人。しゃあ、今日は今月パチンコ丸一日コースを1、2、3、4、5、あ、でも明日もしたいし今日もしたいし、とりあえずパチンコ行ってくるかな。うーい、しゃあパチンコパチンコ、ピーカチャ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 、たま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 、たまがなくなった、10,000円、カチャン、たま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 、コンピコンピラベラベン、パチンコ知らんねんけど。あと10,000円、最後の10,000円か。これで小遣いなくなってしまうけど、いや、勝てばええんや、そう、勝てばええ、ということでジャギーン、ガチャン、カチャ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 、負けた、どうしようどうしようどうしよう、負けた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 、とりあえず嫁さんとこに行って謝ってお金をもらおう。よし、オッケー、そうしよう。奥さん、ちょっとお金使っちゃって、5000円でいいから、5000円だけちょっとくれへんかな。ほら、明日の仕事とかやっぱりお弁当とか買ったり、 お菓子とか、いるから、あと同僚とほらご飯とかもあるし、お願い、5000円だけ。ありがとう、5000円。しゃあパチンコ行ってくるか。こんなダメ男はダメ。続きまして、ダメ男4、親を頼りにしすぎ。あ、財布を見、お金がないぞ、どうしようかな、ママに頼も。
まあまあ、ねえ、まあまあ、まあまあ、お金ちょうだい。まあまあ、お金。やだ、ありがとう。やっぱり僕のママだね。まあまあ、ここ破れちゃったよ。まあまあ。ママを頼りすぎないように、何かあったらママ、ママ、ママ、母、お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、おふくろ、おやじ、頼りすぎないように。はい、ということで、こんなダメ男はダメ。続きまして、ダメ男5、酒癖が悪い。酒癖が悪いにはちょっとメイクしとこうかな。こんな感じかな。へーグッバイ。グッ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 。ちょっともう伸びすぎ、飲みすぎやで、やめときや、あんたほんま危ないで、そんなので、ね、いや大丈夫っす、ちょっと店長も飲みましょう、行きましょう、ウェーイ、ゲンベイ、ゴッ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 。寄ってきた、寄ってきた、やば、あーイライラしてきた、あー寄ってきてイライラしてきた、あーやばい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 、あーやばい、あー酒、あー酒まだか、あーこれだ、あー酒、あー酒早く持ってこいや、あ、最近まだ、おい、そう、ちょっと思い出した。あ、店長最近さ、ちゃんとやってくれん。やばいで、ほんまに。いや、ほんまに、なんか、僕に頼りすぎてるっていうか、店長もしっかり、しっかり動いてください。はい。お前らもちゃんとやれよ。最近なんか、売り上げ悪いぞ。俺じゃない、お前らのせいや、こんな風にお酒が入ってスイッチが変わり、すぐに暴言を言ってしまったり、怒ってしまったりする人はやめましょう。こんなダメ男はダメ。ということでね、今回は、ちょっと話そう。よし。ということで、今回はダメ男シリーズを紹介させていただきました。どうでしたか？そういや、元彼そうやったわ。みたいな方はいましたか？はい、他にもこんなダメわかんと思うよみたいなのがあったらコメント欄にぜひぜひ、書いてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。